チ泣きしたんですよ、ボロボロに。のりきよさん、ちょっと連絡お待ちしてます。GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、笠松翔です。今回は僕の大好きな曲を紹介します。 GQ プレイリストオブマイライフ、では行ってみましょう。最初の曲は、バッドホップのフットゴスペルですね。この曲はバッドホップのなんかライブの最後とかで歌ってるイメージがあって、成功したその先をなんか見せてくれるような。バッドホップって結構そのなんだろうな、すごいこうヒップホップの成功をすごい歌ってる、グループだなと思ってるんですけど、自分たちの成功を見せて夢を見させてくれるっていうのもとってもかっこいいし、本当やっぱそれぞれのバースで、例えばあのこう武道館のネジを緩ませるほどの低音、とかもう普通にかっこいい。まあ貧乏だった時とかお金ない時のことなんて歌いたくないけど、それでなんかそのこれ聞いてくれる人が力をもらえるんだったら歌うよって、そういうバースを蹴ってたりとか、あとはこう音楽に人生の全てをかけてるっていうラインとか、やっぱめちゃくちゃかっこいいなって思う。普通にってこう噛みしめるようにいい曲だなって思いますね。続いての曲は、トコナ X さんの With My Foot at Remix の、フィーチャリングマッチョさんが、入ってる方ですね。これもですね、まあ自分のこう、まあ、またフットって言葉入ってるんですけど、あの自分のこうね、こう出てきた場所はどこなんだっていう、まあ、地元とかそういうのどこなんだっていう曲なんですけど、なんか人生をこの点じゃなくて線で捉えてる感覚が勉強になる、本当気づきというか、なるほどっていう、まあ、好きなラインとしてはこうラッパーって何って聞かれて最初に挙げる一人っていう、あのマッチョさんのラインがあって、それはむちゃくちゃすごいなっていう、感じですし、まああとはまあ、今回挙げた10曲はその全部歌える曲っていうので選んだんですけど、やっぱりヒップホップっていうか、まあラップのいいところって聞いて分かんないことがあるんですよ。これどういう意味っていう、それに聞いて聞いて聞いて自分がいろんな経験を体験を重ねていくうちに、うわこれこういうことかって自分なりの解釈ができるっていう。だからラッパーの人たちはすごいそういう自分と向き合ってることがやっぱすごくかっこいいなと思うし、勉強になるなと思いますね。そういう曲の一つですね、これも。続いての曲は、JJJ さんの、サイバーパンクフィーチャリングでベンジャジーさんですね。この曲は結構何を歌ってるのか全くわからないですよね。まあ自分たちはこう順番通りにやっていくんだ、 ABCDEFGHIJJJ と意味は全くわからないですよ。まあ順番通りなんですけど、確かに。でももうそれもいいんですよ。あの僕にはまだ理解できないこの曲は。でもきっといつか理解できる日が来るし、こうベンジャジーさんのこのラップのちょっとどういう踏み方してんのみたいな、オールドとかニューとかそういうなんかスタイルの問題でもない、なんか彼のあのアンバランスなバランス感覚が、まあ、こんなことね僕なんかが言うのもあれですけど、めちゃくちゃ芝居に生きるんですよ。そのカメラの前で何でもしていいんだよっていうのをなんか改めてこうビートの上で表現してる感じが、あと言ってることもねめちゃめちゃかっこいいですから、あのベンジャジーさん、まあこの後もねバンバンフィーチャリングで出てくるんですけど、この人大好きですね。なんとね、今日の夜ご飯行くんですよと、はい、本当にまあ、あの大好きな人ですね、はい。続いての曲は、Awich さんのクイーンダム。聞いた瞬間にもう友達にちょっとシェアしまくって、ちょっといいから聞いてくれっていう。もちろん音楽なんだけど、そのもう一本の映画を見てるかのような、こう美しさだったりしなやかさとか力強さとか、いろんなもの、いろんな感情が湧いてくるっていうか、で自分もねこういう風にあのなりたいなとも思うし、あとはミュージックビデオのなんか構成とかも結構良くて、それこそフットとか、あの、まあ、まあ血とか、あの自分のいる場所とか、大嫌いだった沖縄 is my home、 この大きな声で叫んでね、ここが自分の街なんだってあの胸を張って言えるようにあのなりたいなっていう感じですよね。続いての曲は、ハンニャさんの土砂降りデモのリミックスですね。 Go on man, go on man, 重な
で、これもフィーチャリングでマッチョさんとベンジャリーさんが入ってます。この曲めっちゃ好きっすね。おのおのがその、雨というもの、逆境と捉えるのか、なんかその自分が望んでない壁みたいなものと立ち向かってることに対して歌ってるのかなと僕は思ってるんですけど、こんなに僕からしたら大スターたち、もう全て手に入れたでしょみたいな人たちが、なんだろうな、全然現状を土砂降りって表現してるっていう。ベンジャリーさんの LINE で、なんかその、あんなことしてもこんなことしてもこんなやってもこんなやっても全然空腹だと、お腹全然もう満たされないみたいなラインがあって、それとかもめちゃくちゃなんか分かるわっていう、好きですね。いやほんとすごい、かっこいい、かっこいいね。それしか言ってないけど、そう聞いてください。はい、ぜひ。はい、続いての曲は、のりきよさんの2 Face、これはフィーチャリングベスさんですね。これこそずっと聴いてますね。なんかいつからずっと聴いてるのかもわからんぐらい、そのフィーチャリングのベスさん の、 あの独特なフローめちゃくちゃ気持ちいいし、もう歌ってること歌詞とかやばい。でもライブ版で、今日はベス君はいないけどっていうライブがあるんですよ。ベスさんのこうバースも、のりきよさんが歌ってると。いや、わかんないですけど、なんか過去こんな過ちしたけど、みたいな、もうサビとかたまんないっすよね。下には下、上には上があると。で、光と影、表と裏があるみたいな。で、俺は俺だ、俺に従う、みたいな。わかんないこととかも教えてくれる感じですよね。なんか、のりきよさんが先に体験してくれて、教えてくれる。で、皮肉みたいなものも、やっぱおしゃれなんですよね。したい。ちょっとのりきよさん、ちょっと連絡お待ちしてます。続いての曲は、アナーキーさんのザ・キングですね。これはね、もうね、ヒップホップのこの醍醐味というか、もう自分はこうだっていうその力強さの、パートをもう全しょいみたいな、自分はキングだと、で、何かあったら電話ちょうだいって、文句あんなら電話ちょうだいって、いや、すごい。確かにキング。本当に。アナギさんのね、こう、おしゃれなとこも出てるんですよね。この、胸がドキドキしたら恋の始まり、初めてオジロ見た時と同じとか。胸がドキドキしたら恋の始まり、初めてオジロ見た時と同じ。何そのなんかちょっと可愛らしい。あんな怖い顔してんのに。あの胸がドキ、そんなラインかけちゃうんだっていう、もう少年ですよね。で、やっぱこういう曲をね、普段こう聴いてるからこそ一歩踏み込めるというか、僕の弱いところを埋めてくれるような曲ですよね。続いての曲は、バッドホップさんの川崎ドリフトですね。なんでこの曲にしたかっていうと、これみんなで歌ってるんですよ。結構バッドホップはこう流動的だから、その中でこうメンバー全員で歌ってるっていうので、なんかもうバッドホップって僕の中でそのかっこいいラッパー集めたフィーチャリング、そのなんかオールスター集団がバッドホップなんですよ。だからバッドホップがめちゃくちゃ売れてみんな上手くなってすごくなったじゃなくて、めっちゃすごいやつらが集まったのがバッドホップなんで、だからもうそれかっこいいでしょっていう感じなんですよね。ずっと年下の音楽って聞けなかったんですよ。なんか年下のラッパーみたいな思ってたけど、なんかバッドホップがボーンって出てきて、うん、みんなかっこいい年下もって思ってから、年下一気にかっこいいって言えるようになりましたから、すごいと思う。続いての曲は、のりきよさんの俺たちの歌、フィーチャリングマッチョさんですね。僕なんか俳優業辞めようとしてた時があって、でその時にね、地方で撮影しててホテルに深夜一人で帰ってくるわけですよ。で、ああもう早くもう辞めるんだって、もう俺は辞めようって、でもやり残したこといっぱいあるなとか、なんか あんなこともやりたかったな、こんなことやりたかったなと思いながら、でその時にね、 YouTube に通知来たんですよ。 YouTube になんかのりきよさんがこうミュージックビデオをこうドロップアップロードしましたみたいな。で、あ、なんだろうと思ってパッと聞いたら、この俺たちの歌っていう曲だったんですよね。でそれをこう別に何の気なしにプッて見てて、でなんか曲聴いて、なんかミュージックビデオとか見て、なんかその語りかけてくれてる感じ、生まれたことに意味なんてない、
でももしも、まあ、その意味がね欲しいんだったらつけちゃえばいいって。生まれたこと自体に意味なんてないけど、もしも欲しいならばつけちゃえ。意味があって行動に移ると思ったけど、行動に後から意味つけりゃいいんだなっていうのを、その時はね全く分かんなかったけど、本当ガチ泣きしたんですよ、ボロボロに。めちゃくちゃ自分と向き合ったやつの出した答えをこう教えてくれる感じが、意味の意味を教えてくれる感じですよね。これこそこのヒップホップのこのもう一つの側面だって思いますね。最後の曲は湯けむり B さんのリーズンフィーチャリングのりきよラカビですね。人差し指折って出すなビース、その一つだけでも見出せりゃリーズンで、ミュージックビデオめっちゃおしゃれで、なんかその曲を悪いことしてるみたいな感じで、その曲をこう作っていく感じが、悪い取引をしてるようになんか見せてるみたいな、なんかそれもめっちゃおしゃれだし、まあ、中指立てるみたいなあるんですよ。そのラブとかピースより言っとけでも裏を返しちゃえば結局ラブっていう、まあ、歌詞があるんですけど、それにこのねハンドサインをつけたいんだけど、やっぱちょっとこういろいろね、やっぱ嫌な思いする人もいると思うから、 MV 見て。はい、めちゃくちゃかっこいい。サビフックの入り、ラカビさんの自分を愛すためにはいるぜリーズン、じゃあ愛せない理由はどんなリーズンって、人差し指折って出しなピースですよ、踏めるそこで。自分を愛すためにはいるぜリーズン、じゃあ愛せない理由はさとんだリーズン。いやーすごいですよ。おしゃれだしね、言ってることもバホーンって入ってきますし、いやーかっこいい。でも本当、いやもう全部の曲めっちゃ好きですね。他にもねたくさん好きな曲あるんで、プレイリスト200とかにしてほしかった本当に。はい、めちゃくちゃね考えたし、まあ、考える時間、まあ、当たり前ですけど楽しかったしね、 2,3 回ねこれね変えてもらってるんですよ曲。それぐらいねもう入れきれないと思ってて、いや野暮なことやめてください。シーダの花と雨入っとらんかなっていう、いやそれ野暮ですよ、めちゃくちゃ野暮ですから。シーダさんの花と雨のはもうあれ僕の曲でもありますから、シーダさんの花と雨の曲はもう僕の中では、まあ、もうちょっと別なんですよね。もうだから、なんだろうな、アルバムごとも別だし、まあ大切なね僕の曲には間違いないんですけども、あえてねプレイリストから外しました。でもぜひねとってもいい曲なんで、それもねもしよかったら聴いてみてください。以上が僕のプレイリストになります。皆さんいかがだったでしょうか。GQ プレイリストオブマイライフ笠松翔でした。皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。